野麦峠は、岐阜県高山市と長野県松本市の県境に位置し、飛騨国と信濃国を結ぶ鎌倉街道、江戸街道と呼ばれる街道の峠。乗倉岳と鎌が、峰の間にあり、標高1672メートル。長野県道、岐阜県道39号長野野む高根線が、通っている。ああ、日だが,が見えると言い残して死亡した、マサイ峰古来から、 野麦街道最大の難所として知られ、能登で採れたブリを飛騨を経由して、新州へと運ぶ道筋であった。新州では、飛騨ブリとして珍重され、能登では一尾の値段が、米一棟であるものが、峠を越えると、米一票になると言われた。明治の初めから大正にかけて、 当時の主力輸出産業であったキート工業で発展していた諏訪地方の家屋へ現金収入の乏しいひだの村々の女性が女行として出稼ぎのためにこの峠を越えた。この史実は1968年に発表された山本茂美のノンフィクションアー、野麦峠で全国的に有名になった。野麦峠には日本最高所の水準点が置かれている。 北に乗倉岳、南に御嶽山が望まる景観が素晴らしい。乗倉岳の北を越える安房峠に安房トンネルが開通したことから、高山と松本を結ぶ交通路としての役目はすでにない。また、基礎方面へも鎌が、峰の南の長峰峠が主要道路となったので、現在は観光道路としての往来が主である。陶器は、 積雪のために1年間のうち約半年間は通行止めとなり、11月10日頃から閉鎖の準備に入り、翌年5月1日に峠開きを行う。また、日本の秘境百選の一つに選ばれている。岐阜県側は県立自然公園として、旧街道を利用したハイキングコースが整備されるとともに、峠の資料館、野麦峠の館などが置かれており、長野県側では、 原始石として、旧街道の一部を保存している。峠に群生する熊笹が10年に一度、麦の穂に似た実をつけることがあり、土地の人に、野麦と呼ばれていたことによる。強作の時には好みを取って団子にし、飢えをしのいだ。また小説によれば、就労先で妊娠し、厳しい峠越えの最中に胎児を流産する工女も少なくなかった。ゆえにの海峠となり、 のむぎ峠となった、とある。のむぎ峠周辺の地形図。ああ、のむぎ峠の道のりでは、右上の松本盆地を経由する。のむぎ峠は、のむぎ街道ののむぎ峠越えの道の途中に、お助け小屋と呼ばれる避難小屋があるほど、交通の難所として知られている。明治時代には、日田地方で、現金収入が乏しく貧しい農村の13歳前後の、 少女たちが、諏訪湖畔の製紙工場まで、野麦峠を越えて通っており、年の暮れに稼いだ金を故郷へ届けるために、雪深い冬の険しい野麦峠を徒歩で再び越えて、飛騨へ向かっていた。厳冬期の野麦峠は、猛吹雪や雪崩にも見舞われ、野麦峠越えの途中で命を落とす少女たちも少なく、なかったと言われる。ありがとうございます。